しくレースできたのと、まあ、もうちょっとあの攻めれるところはたくさんあるんで、まあ、それを克服したいという課題も同時に見つかる大会だったので、すごく自分にとってはためになるレースでした。まず優勝できてよかったのと、まあ、でもコンビネーション的にはまだまだなので、そこをもう少しこれから詰めていきたいなと思って。自分たちはもうパリに向かって、まあ、次は金を取るっていう形で、まあ、ペアを組んでやっています。まあ、いろいろとまだまだやることは多くあるんですけど、これからちょっと海外遠征も含めて、まずトライしていきたいなと思ってます。まあ、今回そのトレーニングとしてレース経験として470の全日本に出たんですけど、最後のメダルレースもちょっといいレースをしようと思ってスタートしたんですけど、最初の風がちょっとなくなった時にうちはうまくいかなくて、でも最後ちょっとずつ上げれていいブローを掴むことができたので良かったなって思ってます。メダルレース、まあ、最初の方本当にやばいなっていう感じだったんですけど、まあ、ダウンウィンドでなんとかあのいいところまで持っていけて、まあ、この今回のレースを経てあの一歩、まあ、私たち中でもそのヨットのスキルを上げれることができたかなっていう風に感じてます。4月から FX で活動してるんですけど、なかなかレース経験がない中 でこういう全日本470だったり、来月スナイプも出るんですけど、そのレース経験でしっかり自分たちの課題をあの認識して克服していくっていうことで、その次3月4月ぐらいからちょっと海外に行く予定に今なってるんですけど、そこでいい成績が出せるように頑張っていきたいなと思います。